それ行きましょう、無駄目なつまり、イエーイ。さあまずはジャンプボール、おっと待てなんと開始早々ポーズしたとボールを間違えるハプニング。誰の頭がボールやろ、間違えた、間違えた、行きますよ、立ち回り、よーい。さあ改めてジャンプボール、取ったのは赤チーム、前田亜美から大島優子、オープンでナイスボール。開始早々名手大島優子の剛速球、これには伊豆田も一撃でアウト。無茶ぶりのお時間、今回伊豆田に食べてもらう激辛料理を持ってきてもらいましょう、お願いします。はい、やばいやばいやばい、ご紹介しましょう、辛いものがとっても大好きなカピラさんです。さあということでございまして、伊豆田に食べてもらう料理はこちら。なにこれ、こちらはタバスコの10倍の辛さと言われる唐辛子ハバネロを粉末状に加工、それをご飯にたっぷりかけた、その名もハバネロご飯。カピラさんは日常的に食べているそうですが、これを試しにサタが食べてみると、これをちょっと、はい、怖い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 、よし行け頑張れ、うわน่าสงสารเขานะคะ